皆さんおはようございます。今ご紹介いただきました防衛大臣政務官を務めております衆議院の小林孝之と申します。今日はどうぞよろしくお願いいたします。私自身は今出身は選挙区は千葉県で、千葉市の花一部と習志野市と八千代市というところで今防衛政務官をやって丸1年経とうとしています。で今日はまず皆様に感謝しなければいけないのは、こうした週末も大変忙しい、いろいろご予定あったと思うんですけれども、この防衛省主催の車座トークにご参加いただきましてありがとうございます。で今日この場にいらっしゃるかわからないんですけれども、今大西市長とも少しお話をさせていただいておりまして、今回のこの車座集会を開催するにあたって熊本市役所の皆様にも大変お世話になりまして、その点の感謝申し上げたいと思います。で、熊本には私自身何とか参っておるんですけど、昨日ニュース見ていたら中日の荒木選手が2000号安打を達成したということで、なんか聞いてたら熊本ご出身で熊本工業高校をご出身ということで、最後の1本を打って2000号安打を達成したということで、すごいなと思ってたんですけども、こうした野球を通じて地元の皆さん少しでもこう元気になればということもおっしゃっておられて、本当にいいことだなというふうに思いまして、で荒木選手が熊本工業高校時代に甲子園に出られたらしいんですけれども、そのちょうど高校3年生で甲子園に行った時が選抜の春の選抜だったんですけど、その直前に阪神淡路の大震災があって、バスのこう入場経路も制限されていたり、応援する時の音もですね制限されたり、そういうなんか記憶がある中で、熊本の震災が約1年前に起こって、ふるさとを熊本に持つ人間として、頑張っていきたいというのがあって、本当にこういうなんかこう絆で、地元をこう盛り上げていこうするというのが本当に素晴らしいなと思いました。で今日ですね、車座ふるさとトークというのは今司会からご案内いただいてご案内あったと思うんですけれども、普段私たち防衛省自衛隊としても国民の皆様方に対して、いろんな形で、例えば重要な政策とかですね、を発信するようにはしているんですけれども、大多数を対象にするのではなくて、そして本当に少人数なんですけれども、お集まりいただいて直接その顔の見える形で今その防衛省や自衛隊の考えている問題意識などを伝えさせていただきたいということとですね、あとはやはりその一方的に発信するだけではなくて、実際今日は皆様方に後でいろんなお話を伺えればと思うんですけれども、その震災の対応を含めてその防衛省自衛隊のその実際のその活動をその地域の皆様が実際にどのように受け止められておられるのかというのを生の声をいただいてですね、それをできるだけ実際の政策に反映していくということで各省庁をやっています。でこの車座トークというのはまさに今の安倍内閣の非常に重要な活動の一つとして続けられておりますので、今日は本当に限られた時間なんですけれども、期待のないご意見をよろしくお願いいたします。皆様方の中で仮設住宅にお住まいに住まいになられた経験があったりします。今引っ越し
自衛隊としても、まあ、もちろん消防や警察、それから市と県と連携しながらですけど、自衛隊として、まあ、給水とかその入浴の支援をさせていただいたんですけれども、実際にその、まあ、地区によってその運用の仕方っていうのはおそらく違ってたと思うんですけど、皆さんがそういう情報をどういう形でこう入手されてたのかというのが、今後に生かして上で知りたい一つの点でございまして、例えばですね、ってないような気がちょっとしてるんですけど、これ防衛省のホームページですね、当時なかなかもう皆さん余裕なかったと思うんですけど、もうとにかくやらないよりは何かやらなきゃいけないと、やった方がいいということで、いろいろこう情報をアップさせていただいたんですね。でその中の一つが、入浴、自衛隊がこうやっているその入浴支援 の, その場所ですね。で場所も場所だけではなくて、それぞれこう何時から何時までやってますよっていうようなお知らせとかを一応こうアップさせていただいたんですけど、ちなみにこのホームページを当時ご覧になった方ってどれぐらいいたしますか？いらっしゃらなかったで、とにかく行政の方としてもやらせていただいたんですけど、じゃあ皆様は例えばその入浴とかですね、この支援の入浴サービスとかをご利用された方っていうのはどういう形で、そういった解説だったのかなって、はいはい、自宅にいる在宅被災者Twitter にこう、リンクして。
されてるんで、まあ、でそれを飲んで、給水を取ってもらいました。で、思ったんですけど、そういう学校とか避難所はあるんですよ。はい、だけど、避難所以外のところはないんですよね。土地で住民の方が避難したところですよ。ところには何もないんですよ。で、その時に私ちょっと聞いたんですけど、その A 地区の避難所にはご飯はいっぱいあると。ちょっと全然その行政上の避難所には非常にない、なってない避難所には何もないと。でそこの人がご飯を弁当をですねもらいに行かれたらしいんですよ、 A 地区の避難所に。そしたらあげないって、ここは A 地区の弁当だからあなたたちにはあげませんと、そういう事例を私聞いたんです。だからその辺がいかがなもんかなって思うんですよね。人民は誰しも一緒でもない、その辺がもう少し、人間と人間のお付き合いだから、良心的に気持ちよく手渡したらいいんじゃなかったかなって思いますね。ではなくて、いろんなところに例えばボランティアの行政の相談したって。
資格に訴えるその支援のあり方というのをおっしゃってましたけれども、例えばそういう視点から見たときにこう、まあ、行政の果たすべき役割として、こういうふうにこうした方がいいんじゃないかという、そういうご提案みたいなのがありますか？やっぱり例えば、まあ、うちの生徒でいうと、やっぱり漢字が読めない生徒、リバーサルデザインではないですけど、やっぱり Ruby を振った情報があるのもやっぱりとても大切かなと思いますし、そうですね、防災カフェはカルトが
せていただきたいというふうに思いますので、期待します。ですけど皆さんにすいません、まだお伺いしたいことがありまして、それはですね、今回残念なことに1年前に熊本で大分でこういう地震が起こってしまったんですけれども、日本全体で見たときにですね、これ確率論ですからわからないですけれども、やはり首都直下地震型地震と南海トラフの巨大地震というのがその可能性は指摘されている中で、先ほどおっしゃっていただいたように備えあれば憂いなしかと思います。でその中で今自衛隊に対しましては、強かったとか入国支援ありがとうございますというその感謝の気持ちをいただきまして、非常にありがたいなとは思う反面ですね、その現場で皆さんがこう被災されてあるいは支援に当たられている中で、その自衛隊に対してどこかでそういうなんか震災が起こったときにもっとこうしてほしいとかこうすべきじゃないかっていう、そういうなんかご提案とか気づきの点があればですね、ぜひ教えていただきたいんですけれども、自衛隊に対しまして、ご意見ありますね。それとですね、はい、私は年間赤十字飛行隊と災害調整所を結んだんですが、離発着の場所ですね、あれ自衛隊機と年間機を分けて分離して、修理場を設定をしたらいいと思います。今後の課題はいいと思いますけど、なぜならばみんなほら着陸したいけど、そこを周遊してですね、着陸できないんです。私の友達が言ってたんですけど、だからその自衛隊機は自衛隊機、民間機は民間機で、駐機場をですね、場所を別々にして支援活動に入られるような体制を取られたら、もっと円滑な支援活動ができるんじゃないかと思います。多分考え方はあると思ってまして、
いももちろんあるでしょうし、そういうご意見があったということは、はい、よく見たらましょう。はい。他は、はい、まあ、南海トラフを、はい、まあ、ちょっと想定するとですね、その、まあ、被災をしたとして、はいはい、まあ、中央からの、その物資が届かない。だから実行していかないといけないのかなというふうに、まあ、ちょっと僕自身はちょっと何回かの想定したときに考えているんですけども、なので、まあ、YouTube とかでも見ると南海トラフがこう どのあたりが震度なんでっていう想定も出てるんですけども、その中でそのまあ、もちろんもう今回熊本地震を受けて自衛隊さんの力をすごく感じているので、はい、なんかこうそれに今はこうどういう被害が出ますみたいな情報が先走りしているので、はい、なんかそれに対応するなんか、こういう対策とかこういう例えば先ほどの知らなかった箱を、そういうよう な, こうなんか情報があると安心感が違うのかなと、はい、思いました。あのそれ今回はちょっとあれで、はい、そうじゃないなと思ったんですけど、そういうのがあると、まあ、今回本当自衛隊の方が集まっているところを見るだけですごく心を勇気づけられると思いますので、なんかそういうふうなこう対策としてこういうことを、考えてとか、こういうふうにしていきますというなんかのがこう表に出ていくと安心感があるので、なんか避難をしているなんかよし頑張るぞみたいなところが出てくるのかなというふうに思いました。ありがとうございます。確かにあらかじめこういう時はここにお願いしたらいいと分かって今日は限られた時間でしたけれども、こうして日曜日 の貴重な時間をいただきまして本当にありがとうございます。これは別に形だけこのなんか民主集会だったんじゃなくて、今日は皆様方からいただいた思いとか意見についてはしっかりとその政府の中で政策の立案に可能な限り生かしていきたいと思いますし、特に冒頭から皆さんにおっしゃっていただきました当時現場で汗を流した自衛隊に対する思いというのは必ず伝えさせていただきたいというふうに思います。皆さん自身がまだ1年、経ったとはいえですね、先ほども今日だけでもその熊本空港に降りてくる時に苦しいとか上から見たらまだまだありましたし、益城のあたりも通ってきて今熊本城もぐるっと来ましたけども、まあ、当時と比べれば、まあ、格段にいろんなものが改善されているとはいえ、非常に、まあ、厳しい状況なんだと思います。でその中でですね、実は今日この車座東部に来るにあたりまして、市ヶ谷の防衛省の本省でですね、1年前にここで支援に当たらせていただきました、この当時現地の部隊の人間もいましたし、他の全国各地からこういったのと他のところにいたんですけど、まあ、実際そのここに入って支援に当たらせていただいた隊員たちからいろいろ話を伺いました。で、自衛隊員ですから災害のこの派遣要請があれば人命救助を含めて全力で任務を全うするという当たり前の話でして、で自衛隊だけではなくて市や県や町やあるいはその消防、警察もいろんなその関係者の民間の皆さんも含めてですねやっているので、まあ、これは自衛隊としてやっていることはもう当たり前の話です。なので、隊員たちはもちろん当たり前のことをやっているわけですけど、ことなんですけども、一人一人をやっぱり見れば、まあ、被災しながら、まあ、支援に当たっている人間も、まあ、かなり普通に考えたらきついだろうなというその隊員たちもいたんですけど、まあ、その中でもちろん支援やってて、私が知る限りではその帰りたい、辞めたいというふうに思った人間はもう誰もいない。それはもう他の方たちも同じだと思いますけども、でそういう、その何とかしなきゃいけないという思いにさせてくれたのがやっぱりその生身の人間ですから、多分自衛隊員もおそらく相当きつい時もあったと思うんですけども、みんなが言ってたのはやっぱりその支援に当たらせていただいて
その支援を受けられる立場の方たち、これは子どもたちも含めてですね、このありがとうのこの5文字で、まあ、本当に救われたと、先ほどもお話ありましたけれども、そのありがとうの5文字にありがとうっていう、そういう気持ちで、頑張れたという隊員のその言葉がありましたので、お伝えさせていただきたいというふうに思います。で、もう自衛隊やってることは当たり前なんで、別にどうこうという話はないんですけど、たまたまですね、これちょっとパッと、もしよろしければ、さらっと回していただきたいんですけど、これ、たまたまその話を聞いたですね、隊員の一人が、今違いなんですけど、当時この県軍に勤めている隊員でして、で全国各地からいろんな部隊が集まってきたものですから、とにかくあれだけの、災害でしたから、自衛隊が、陸海空とあるんですけども、文字通りも心を一つにしなきゃいけないと。でその地元の熊本の部隊だけではなくて、北海道から沖縄、日本全国のその陸海空の25万人の自衛隊が心を一つにしなきゃいけないということで、それ若い隊員だったんですけど、自分でこう思いついてですね、とにかくその彼はとにかくいろんな現場に行くのが仕事だったんですけども、とにかく写真を撮りまくってですね、でもちろんその、民間の方には、自衛隊の外の方にはもちろんお見せしないんですけども、その全国の各その部隊、その中にはそこからその熊本に派遣した部隊もあるんですけども、その人たちに例えば佐世保の部隊こんなやってますとかっていうのを、自衛隊の中だけでですね、こうお互いにこう情報を共有して、日本のために熊本のために心を一つにするんだという、そんな取り組みもさせていただきました。でそれはあれだけの不幸な出来事が起こってしまったんですけども、そうした経験を通じて自衛隊自身もですね、心を一つにする一つ そのきっかけをいただいたということで、これはおそらくいずれ、災害は起きないということはおそらくないと思うんですが、どこかでおそらくその同じようなことが起きるときにですね、次に向けておそらくまたさらに上の段階を自衛隊として目指していける、そういうことになると思いますので、すいません本当にもう中の話なんですけど、なんか写真新聞とかってましたけど、そういうのを自衛隊の中でやりながら自衛隊としては活動させていただきたいと思います。で最後になりますけど、災害対応の話がもちろん今日は中心だったんですけれども、冒頭お話をいただきました通り、北朝鮮の話をいただきましたけれども、自衛隊、防衛省自衛隊の本来のコアの業務というのは国を守るということです。で、北朝鮮もそうですし、中長期的にはその中国との関係をどうしていくのか、南西諸島ですね、九州から沖縄にかけてのところをどうやって守っていくのかというところで、日夜24時間365日の体制で、25万人の自衛官が今万全の体制を敷いています。でその意味で先ほど申し上げたような理由で、この熊本が非常にその日本の国防をしっかりとその国防という任務を遂行していくにあたって重要なエリアでございますので、すでに地元の皆様とはその災害が起こる前からもいい関係を築かせていただいているということは認識はしておるんですけれども、何が起こってもしっかりと対応できるような、さらにいいこの任務を果たせるような、そういう状況を作っていきたいと私たちも思います。